日本群馬県安中市松井田町、坂本松井田町坂本は、群馬県安中市の地名。旧水郡松井田町大和坂本にあたる、地名である。郵便番号は379-0307。面積は43.22平方キロメートル。江戸時代の坂本塾にあたる場所である。薄い湖薄い川最上流域に位置し、薄い湖と霧泉湖がある。 廃線になった新越本線の廃線跡を生かした遊歩道のアップとの道があり、薄い第三橋梁などの遺構が残っている。長野県との県境に位置し、国道18号の薄い峠がある。基礎街道69時、坂本新越本線熊の平駅、列車脱線事故平安時代頃から、ある地名である。薄井郡八里の一つであった。江戸時代に入ると、あんなか半梁であり、 関営2年には地割りが完成し、中仙道の宿場町としての形態が整った。薄い峠の坂の下にあることに由来する。2017年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。薄い峠鉄道駅はないが、北陸新幹線が通過している。 1997年の廃止以前は、新越本線が道庁を通っており、町内には、薄水第三橋梁や旧熊の平駅など多くの鉄道遺産が残されている。また、峠の湯から旧新越本線の線路を使用した観光用路線として薄水峠鉄道文化村まで、セルパ君というトロッコが走っている。国道は、国道十八号が通過、薄水峠の所在地である。 県道は、群馬県道56号北軽井沢松井田線が通過、旧新越本線の廃線跡を利用した遊歩道であるアップとの道が通っている。薄い峠の森公園交流館、峠の湯坂本公民館。ありがとうございます。